はい、こんにちは。今日はですね、ちょっと本を読んでまして、この微分積分の本なんですけど、まあ、こちら応用例がたくさん書いてある本で、この中でちょっと興味を持った話題があったので、まあ、それの簡単な紹介と、であと自分がちょっと疑問に思ったことで調べきれなかったことですね、ちょっと紹介です。まあ、いろんなね、関数の例ということで、こちらのちょっと演習問題にあった問題なんですけれども、洞窟のこう広さね、まあ、表面積ということで、今回やりたいんですけども、洞窟の中のこの表面積の大きさと、その洞窟の中に住んでいるコウモリの種の数っていう、ものの中にはですね、まあ、こんな関係があるというようなことですね。A っていうのは、まあ、広さに相当しますので、まあ、洞窟が広ければ広いほど、まあ、たくさんコウモリが住んでいると、まあ、逆にコウモリがたくさん住んでいる洞窟は、表面積も広いみたいなことがね、この関係からわかるんですけれども、まあ、なんかこの式はなんか中央メキシコの地域で、まあ、こういう式が出てきているというようなことらしいんですね。で、例として2つちょっと紹介されてて、まずちょっと名前がすごい映画の名前と非常に紛らわしいんですけど、映画とは関係なくて、ミッションインポッシブルという洞窟があるらしいんですね、メキシコにね。で、そこ の洞窟については広さが60平方メートル、この A は単位は平方メートルです。で、この式に、まあ、この60を代入すると 0.7×60 の、まあ、0.3 ということで 10分の3乗ですね。これは意味としては10乗して60の3乗になる数ってことでね、一応定義できるわけですけど、まあ、まともに計算すると大変なので、まあ、関数電卓で計算すると 2.39 ということで、まあ、このミッションインポッシブルというちょっと謎の洞窟なんですけど、この謎の洞窟についてはコウモリが、まあ、2種類ないし3種類ぐらいなのかなっていうようなことがですね、この公式を信用すると分かるっていうようなことです。で、逆にですね、今度はコウモリが4種類生息している洞窟があったらどうかっていう話ですね。まあ、実際はこっちの方がまあより重要だと思うんですよね。表面積全部、中の表面積全部洞窟の調べられたっていう状況であれば、まあ、中に住んでるコウモリの数なんかも分かってるはずなので、よくいろんなところ見てるからね。だからむしろその中に住んでるコウモリの数をね、調べて、中のその洞窟の広さを推定するっていう方が、まあ、多分より実用的だと思うんですけど、4種類のコウモリがね、まあ、いるっていうことを、まあ、もし確認できたならばですね、この S のところを4にして、A を、求めることができます。で、これまあ 0.7 で割って、でその後両辺を、3分の10乗するというふうにすると、まあ、指数法則でね、これ A イコールの形になって、こんな形で、これもちょっとまともに計算してられないので、まあ、関数電卓でね、計算すると、まあ、もちろんログ取ったりすればできますけど、ちょっとめんどくさいんで、関数電卓で計算すると 333.58 ということで、まあ、334平方メートルぐらいの、まあ、広さであるということが推定できるっていう感じですね。で、まあ、こういうね、公式があるということで、まあ、生態学ではですね、こういうようなことでいろいろな、この地域、それぞれの地域ごとにどれだけの種の動物がいるのかっていうのをね、調べたりするっていうようなことでやられているそうなんですけれども、この数値についてですね、これまずまあ、まずそもそも私のちょっとまず疑問としては、こういう公式っていうのはよく知られているものなのかっていうのが、まず一つですね。で、もう一つは、まあ、これがもし知られているとして、地域ごとにこの 0.7 とか 0.3 って今部分ありますけれども、まあ、この係数はなんかどんだけ違うのかみたいなのがちょっと興味が湧いております。まあ、日本だと、この 0.7 って数字がね、全然違う数値だったりだとか、まあ、あるいは日本ではこの公式は全然通用しないとかですね、まあ、そういったようななんか、地域差があるのかみたいなところもちょっと知りたいんですけど、なんせですね、ちょっとこのあたりのことをネットで調べてもなかなか出てこないんですよね。ミッションインポッシブルって調べると映画のことで全部もう埋め尽くされてるのでもう出てこないし、まあ、英語でメキシコ洞窟ケイブ、って入れてもですね、まあ、なんかそれっぽい記事が全然出てこないので、まあ、そんなにめちゃくちゃ有名な話っていうことではないのかもしれないんですけど、まあ、もしですね、こういう生態学っていうんですかね、まあ、生物、広く言うと生物になると思うんですけど、まあ、生物かな、地学なのかな、まあ、まあそういうね、生態学というね、分野で、
ちょっとこの辺の情報をお持ちの方いたらですね、ちょっと教えていただきたいと思います。まあ、できればネット上にね、この記事見ればなんかある程度書いてますよとかっていうのがあると嬉しいんですけど、まあまあ、どんな形でもいいので、ちょっとこの辺りの、情報ですね、まあ、この公式がどれぐらい、まあ、有名なのかとか、まあ、有名なのであれば、この係数がね、地域ごとにどれぐらい違うのかみたいなとかですね、まあ、その辺りのことをちょっと、教えていただければ、非常にありがたいです。はい、ということで、今回こちらの微分積分の本の演習問題、この問題はですね、この本はその応用例がめちゃくちゃいっぱい書いてあるんですね。非常に細かい情報も書いてあって、このネタはどこから仕入れたんだって感じのことがいっぱい書かれてあるんですけど、まあ、その中の一つの例ということで、洞窟の表面積とコウモリの種の数ということで、ちょっと演習問題がありましたので紹介してみました。で、ちょっと、まあ、できればこれがどれぐらい有名なのかっていうのを知りたいので、もし情報をお持ちの方はね、ぜひ教えてください。はい、ということで今回は、ちょっとこれの紹介でした。ありがとうございました。